はい、高3の皆さん、本当にね、慌てて見落とすと罠がいっぱい、センターには悪魔が住んでると。この問題は、慌てて見落としていくと間違える。数学でいう計算みたい、計算問題そのものですね。だからこれがきちんきちんとできて、9分の9、ちゃんと合ってるかな、どうかな、というわけです。で、これが1998年本試験。1998年。約21年前の問題か。22年前。ざっといきます。本文を一気に。Old Fred Ford had gone to live with his daughter Kate。 自分の娘、ケイトと、住むために、もう出かけていた。一緒に住むようになっていた。なっていた。ケイトと、彼女の、家族と。Shortly after his wife Mary died。 自分のミアリーが死んでからすぐに。ケイト was an energetic woman。 娘のケイトは、エネルギッシュな女性だった。 Who expected 人という原型で、彼女は人々が常に何かをしていることが当然と考えている女性だった。そして、 She found plenty of jobs for Fred to do。 彼女はたくさんの仕事を見つけた。 For Fred がやるべき仕事を。This made him feel part of the household。 このことは彼に、その家族の部分であると感じさせた。 But now、 しかし今、He really wanted to be able to sit and reflect on the events of his life。 彼は本当に、欲しかった。 To be able to sit and reflect、 座って、そしてリフレクトンする、思い出す、リフレクトン、反射させる。だから、昔を回想する。で、Events of his life、 自分の人生の、いろんな出来事を回想する時間を。 If he had continued to live alone、 he would have had the time。 これ仮定法です。仮定法、過去完了。もしフレッドじいさんが一人で住み続けていたとしたら、ウッドハブピーピー、彼は時間を持っていたであろう。このことをする時間を、to his heart's content、自分の心がコンテント、満足するまで。で、次の行いきますと、次のパラグラフ。One afternoon、ある午後、he felt、 彼は感じた。He simply had to get away from the house。 彼は、simply に、単にというか、強めですから、彼は本当に、had to get away from the house。 家からもう出ていかなくっちゃ、と感じた。I'm going for a walk、 he said。 散歩に出かけるよ、と彼は言った。カンバ、closing the door behind him。 日本語では、自分の後ろにドアを閉めるとは言いませんけど、映像化しやすいですね。彼はドアをバタッと閉めて。次、leaving、 leave A for B、 A を出て B に向かう。 leave for の何とかに向かう。 leave A for B、 A を出て B に向かう。 leave for B、 B に向かう。 leave A ったら A を出る。Don't leave me、 私を捨てないでくれ。まあ、leave ね。
よく使うけど、なかなか使いにくいやつですね。うん、で、分子構文。Leaving the town, comma, he walked. 彼は、町を出て、comma, 彼は、he walked across the fields. 彼は野原を横切り、そして、followed a slow-moving stream. 彼はゆっくり動いている小川を、towards the hills, 丘の方へと、上がっていった。フォローとついていった。辿っていった。After a while, しばらくして、he came to a pool. 彼は水たまりへやってきた。In the stream, 大川の中の。水がプールみたいに溜まっているところですね。Under some trees, 何本かの木の下で。Here, ここやと、he thought, 彼は考えた。Was a place.ここが場所や。He could come to, 彼がやってこれる。When he needed to reflect on the past, 彼が過去のことを回想するために必要としている場所だと。Although the stream seemed unlikely to have any fish, likely 反対 unlikely。その小川は、魚を持っているようには思えなかったけれど、He would simply tell Kate. 彼は、ただ、ケイトに言おう。He had found a place to go fishing. 彼は魚釣りする場所を見つけたと言おう。When he mentioned the stream that night, mention について言う。Thank you, don't mention it. そのこと言わんでください。について言う。彼がその小川のことを言ったとき、その晩、誰にって言うと、His son-in-law, Jim, said, と書いてある。彼の法律の中の息子、つまり彼の義理の息子のジムが、said in disbelief。belief 反対 disbelief。believe 信じる。信じがたいというふうに言った。There aren't any fish there. の手に。あそこには、魚おりませんよ。That stream runs dry half the summer. あの、stream 小川は runs dry. 日で、日上がってしまうんですよ。Half the summer 夏の半分は。The old man pretended to be surprised. Pretend to 原型。なんとかするふりをする。だから老人は、驚いたふりをした。You don't say, まさか。Well, I'll give it a try anyway. Try to と一緒です。Give it a try. いや、とにかく試してみるよ、とにかく。The next day, その翌日、Dig Dug Dug IUU、彼は掘った、つまり掘り起こした。彼の古いフィッシングロッド、釣り竿をアウトオブザガラージ、修理工場から、つまり物置ですね。ガラージって言ったら、まあ日本語でもガレージ、物置小屋。彼の物置から、釣り道具を掘り出した。リマインド人を物事。それは彼に、the last time、この前の時を思い出させた。He had gone fishing.彼が魚釣りに出かけた。8 years back with Mary. はい、8年前、メアリーと一緒に。When he stopped to buy a fishing license and some equipment at the store. はい、フレッド爺さんが、立ち寄った。買うために立ち止まった。ですからね。To buy a fishing license. 魚釣り免許と、魚釣りのライセンスと、装備を、店で買うために立ち寄って、そして、mention the little stream.、その小川のことを言ったときに、
the owner、そのお店のオーナーは looked surprised、驚いたように見えた。 No fish in that、 あそこには魚はおりません。 If you want my advice、 いや、私のアドバイス欲しかったらね、Drive down to Lake Henshaw。 Henshaw 湖へね、車で行きなさい。フレッドはありがとうと言い、サンキューと言い、said something about trying the lake sometime、湖の方は sometime、 いつか試してみると言い、 left the store、 店を出た。そして make one's way、 進む、例の、うん、水たまりへと進んでいった。 No one else was there、まあ、そこには誰もいなかった。It was just as he had left it. 彼がそこを立ち去った時と同じであった。He found a comfortable place to sit. 彼は座るのに快適な場所を見つけた。で、to set up the rod. そして、釣り竿をセットアップし、そしてリラックスした。ちょっと急ぎます、急ぎます。まあここまで。ドイツ、はい。なぜフレッドは家を出ると、家を出て、そして散歩に出かけたのか。ある日の午後。一番、彼は家の中に一人でいたくなかった。書いてない。二番、彼は考えた。彼はアゲイン、もう一度魚釣りをやってみたい、見たいと考えた。うん、書いてない。3番、 He wanted the chance to be alone and think quietly。 彼はチャンスを持ちたかった。 To be alone、 一人でいて、そして静かに考えること。うん、これらしい。4番、 He be keen to 原型、Explore、 探検する、いい草外へ。彼は、丘を探検したいと、本気になっていた、望んでいた。Outside the town、 町の外の、書いてない。それ、彼は一人になりたかった。そして昔のことを、回想したかった、思い出したかった。古代さんですね。トニー、はい、トニーは、What did Fred find when he went for a walk one afternoon? フレッドは何を見つけたか。彼が散歩に出かけたとき、ある日の午後。1番、彼はプレザントスポットを見つけた。To spend his time as he wished。 彼は願っているように、彼の時間を過ごす快適な場所を見つけた。見つけたやな。2番、彼は水たまりを見つけた。Which appeared to be, which appeared to have good fish in it. Fish は魚のこと。淡泊道系。彼はその中に、かなり魚がいると思われる水たまりを見つけた。いやー、そんなん書いてない。3番。He found a stream. 彼は大川を見つけた。Which had dried up. もう干上がっていた。なぜって夏だったから。違う。4番、彼は場所を見つけた。Where the townspeople like to go fishing、 町の人が、魚釣りに行きたがる場所を見つけた。答えは1番ですね。というふうに、なるほど、ちょっとやっぱり味わい深いな。一人で読んでいこうと。はい、ちょっと休憩します。